最上階だけあって物々しい雰囲気ですね。気をつけなさい。エンリーの言う通り、あちこちから嫌な気配を感じるわ。つまりここにいる全てが私らの敵ってわけか。システムが彼女に掌握されるか、私たちがその前にエンリーを助けるか、厳しい戦いになりそうですね。知ってるか、分の悪い時ほど勝った時は気持ちいいんだよ。言ってくれますね。でもみんなと一緒なら絶対に間に合うよ。この塔を好き勝手にはさせないんだから。あいつが管理者とはな。成り立てとはいえ不安で仕方ないわ。でも優しい子だと思うわ。新たな管理者とは予想外ですね。瑞希、あの子と仲良くなれるかも。エンリの話は本当？彼女の正体は事実でしょうね。賑やかですね。特別ですからね。いたんですか？先生の変態。先生にご相談があります。今から話すことは内緒にしてもらえますか？私と先生だけの秘密にしてほしいんです。よかった。実はものすごく個人的なお願いになるんですけど、そのですね、下着が取れちゃったんです。変な想像しないでください。下着じゃなくてそれについてた飾りが取れたんです。本当は男の人に頼むことじゃないんですけど、戦闘にも集中できない状態で迷惑をかけたくありませんから。新しい素材を一緒に探してください。他の人には頼めないんです。簡単ですよ。レースとリボンを縫い付けて高級そうに。って何を言わせるんですか。ただでさえ恥ずかしいんですから、そういうことはやめてください。
どうしたんですか、そんな顔して。まだまだ私はいけますよ。どこにもいないので探しちゃいました。最近よく足が痛むんです。普段ならいいんですけど、戦闘中に動きが鈍ることもあって、このままじゃみんなにも迷惑をかけてしまいます。ここでレクリエーションしてはどうでしょうか。できればお疲れの先生と一緒に行きたいんですけど。思わぬ発見に浮かれていました。こんなのひどすぎます。ありがとうございます。もう思わずギューッとしたくなっちゃいます。もしも見つかったら仲良く岩盤浴で温まりましょうね。もですからね。準備は万全です。みんながいれば怖くありません。みんながいれば怖くありません。ゆりね、疲れました。やりましょう。
貸切岩盤浴ですよ。ポカポカします。全身にぬくもりが行き渡る感じ。ようやくこの痛みから解放されるんですね。感謝感激雨あられです。これからしばらく先生には足を向けて眠れませんね。ああ、大丈夫ですよ。いつも見えている子って動かないじゃないですか。ちょっかいは出さない限りは何もしません。先生と私のくつろぎタイムを邪魔するなんていけない子ですね。さっさと出て行ってください。聞こえないんですか？お邪魔虫さんは早く出て行ってほしいんですけど。あれ、いつもと反応が違うような。待ってください。今は身も心もだらけてるので戦うにも心の準備ができてないんです。いやー、誰か助けてください。道を開けなさい。私を誰だと思っているの？私の英知で照らしましょう。みんながいれば怖くありません。道を開けなさい。私を誰だと思っているの？私の英知で照らしましょう。道を開けなさい。私を誰だと思っているの？やっと帰れた。
幸せです。準備は万全です。たまには運動もいいですね。よくもやってくれたわね。ゆりね、さあ、まあ、参りましょう。よかった。一時はどうなるかと思いましたけど、無事に材料が集まりましたね。先生、ありがとうございます。これで新しい下着をつくじゃなくてちゃんと直せそうです。どうかしたんですか？さっきから顔が赤いですけど、もしかして風邪ですか？私のお願いで無理させたわけじゃありませんよね。生徒の下着姿を想像するなんて、現世なら捕まっていますよ。まったくもう、先生を信じてお願いしたんですから、そんな態度を取られると困ります。いつもお仕置きで見てるくせに。先生のエッチ、一緒に遊ぶ？準備は万全です。お姉さんの魅力炸裂です。いったーい、もっといいんですよ。やればできる子なんですよ。みんなと一緒だ。ダメ。待ちに待ったお姉さんについてきてください。さあ、かかってきなさい。頑張りますね。私の剣技は駆け抜け好きにして。いったーい。ね、ですよ。やればできる子なんですよ。いい加減にして。いろんなことした。